申します。本日もよろしくお願いいたします。ボスよろしく。よろしくお願いします。今日はボスからのネタ振りで、はい、自身は全然ノータッチの偵察に行ってまいりました。どこ？止水プレミアムアウトレットという、もうどこにあるの全然分かんない。千葉県成田の近くですね。でも名前だけは聞いたことある。大きいの？規模としてはそんなに、あの見た目はすごい大きく見えたんですけど、うんうん、電波のねで言うと、まあそうだよね。結局さ、普段があそこを見ちゃってるからさ、やっぱりあのね、ベースはあれじゃん。そう、同じプレミアムアウトレットなんですけど、すべてがこじんまりしてる感じ。あの幅というか、店舗の作りとか。で、もともと多分できた生い立ちとしては、あの成田空港のそばなんで、うん、インバウンドよ。ああ、なるほどなるほど。なんで当時はまあいろいろちゃんと入ってた。やっぱこのコロナ禍でっていうところでいろいろ厳しいんで、まあ今どうなのかなと思って、ちょうど成田に父親を迎えに行く用事があったので、あ、なるほど、あの帰国してきたので、うんうん、まあ、そのついでに弟と一緒に行きました、うん、なるほど。逆にじゃあ、うん、その全体的に良かったところってあるの？その親こじんまりはしてるわけじゃん。まあそうだね。だから見るには見やすいそこ、歩きやすい。それすぐねえからな。レイアウトが他のアウトレットにないぐらい見やすい。ああ、なるほどね。あのシンプルとかね。シンプル。あのすごく島が本当に回廊みたいになってて、一周ぐるっと回ると全ての店舗が見れるような作り。ああ、なるほどね。御殿場こうだもんね。そう、御殿場はあの立体的で、かつ向こうの奥行きもあるでしょ。そうで、ね、同じところに2列あるしさ、そうね、もうあれはね、ほんと1日がかりと、まあまあそうね、まともに行こうと思えば、ほんとね、回ろうと思ったら30分あれば回れちゃうかなっていうイメージ。ああ、なるほど。うん、ほんとにさっさっさって見るだけだったら。なるほどね。でもそんな中でもなんかあったんでしょ？そう。ちょっと気になるところというか。一応そのハイブランドが全くない状態の中でも、うん、スポーツとかアウトドア系、うん、は結構充実してるかなって個人的には思って。ああ、じゃあカジュアルブランド系のものだとあるって感じなんだ。だから本当にあの若い方とか女性の、あの若い女の子とかが着そうなブランドさんとか、うんうん、ああいうのはすごく多かったような気がします。ウェアブランドとしても。うーん、具体的にはどこ見てきたの？僕はニューバランスと、うん、ノースフェイス、うん、とあとナイキ、はい、とダナーが入ってるんで、あ、まあ、これは御殿場とか軽井沢にもないブランドじゃないですか、うんうん、で、まあ最初にじゃあダナーからいきますか。あ、はいはい、どうだったの？ダナーはね、かなり商品ラインナップいいっす。あ、そうなの？割引率は正直あんまり、ちょっと定価が併記されてなかったんで、とかオフがいくらって書いてなかったんで、うん、あれなんですけど、あの今やレアなコンバットハイカーが、うん、色違い、うん、あのベージュじゃない、はいはい、グレーっぽい色のあるじゃないですか、うんうん、グレイシュブレーっていうの、うんうん、あれがあったりとか。価格で言うとどのぐらいなの？価格はね、コンバットハイカーで55,000円だから、ちょっと安くなってるんじゃないですか。じゃあ多分 10% だな。そうですね。他のはどうなの？他のはもう一通り全部 USA 製が全部入りました。うん、それこそ何でしたっけ、ダナライトとか、ダナライトとか、マウンテンライト、フェザーライトとか、ああ、でも名だたる有名どころは全て USA、 もう USA って棚が別にあるんで。あ、じゃあそこプロパーじゃない？なのかな、うん、だってダナライトはさすがに値引かないでしょと思うんですか、ね、まあその中にほら変則的な色とかがあって、うん、多少の、ね、まあでも値引き率はじゃああれだね、そんなに期待できないかも。そうですね。いや、一部特殊な値引き率があるやつは、うんうん、あの USA 製でもちょっと下の方にとか別枠にあったりとかしました。あのめちゃめちゃちっちゃいアウトレットでさ、ご存知の方も少ないと思うけど、うん、小藤沢にもアウトレットあるの。ああ前そこにね、ダダちょろっとあったのよ。ああ、あったかもしんないっすね。だけどだけど、うん、めちゃめちゃ近いけどめちゃめちゃ行かないですよ。だから、ね、今どうなってるかごめんなさい、ちょっと情報として見てないんであれなんですけど、うん、でもなかなかないからね。そうですよね、うん、まあ、ABC さんとかが入っててね、そってこっていうのはありますけど、うんうん、だからまあそういうのじゃあ好きな人はいいかもね、ちょっと見てもらうね。そう、俺だけもう本当にピンからキリまでダナー商品が全部揃って、もうダナーショップみたいになったんで、感じ1店舗それダナー、ダナーのみ。へえ、ウェアみたいなのもあったし。ああ、なるほど。結構小物とかも充実してましたね。ああ、なるほどね。なんか本当都内のショップ直営店さんみたいな感じの作りでした。ああ、じゃあやっぱりまあまあ、そこは根元がやってるのかな、かもしれないですね。なるほどね。はい。
で、ナイキ？ナイキ。うん。ナイキ、まあ特に靴はね、今はまあまあそんなに目玉も、うんうんうん、まあヤマックスのちょっとレアなのがあったりとかはしたんですけど、うん、まあ最大僕が一番引っかかったのは僕らが買ったマスク。あ、はい。画像ここに出てオリンピックの時ね。はい、うんうんうん。画像ここに出てますけど、うん、半額で売ってます今。ああ、なるほど。結構さ、ほら買った後に結局在庫復活して、ね、ちょっと前もね、アプリでもセールかかってたのよ。ああ、そうなんですね。そうそう。20%オフぐらいだったかな。そうですね、ナイキ大体 20% オフが多いんで。そうだよね、うん、まああのまあ実は買ったまましてないんですよ、うん、僕もね、どこやっちゃったあれ、いや俺理由があるの、うん、冬に、うん、スキーの時にちょっとしようかなと思って、あのフェイスガード込みでするにはいいかなって思ってて、ゴーグルとちょうど僕もその寒い時にしようと思ってたんですけど、そうそう、だからまだちょっとスキーも行けてないから今から使おうと思ってて、いや俺アリカは一応分かってる、この間見つけた僕ね、どこの袋に紛れ込んじゃったか分かんなくなっちゃったんですよね。そうそう、一回俺も見失ったけど、うん、この間発見した。本当、俺も掘れば出てくるかな、うん、あのマスクってさ、うん、じゃあそういう意味ではプロテクターみたいな感じじゃない、ね、だからちょっと興味のある人はそれも見てほしいね、うん、はい、現物なかなか見れないし、ね、そうね、スキーで使うにはいいかもね、氷の塊ペンって飛んできても、そうそう、今ほら特にスキー場もマスク着用だったりするから、あ、リフトが近いからさ、リフトのところはもう絶対着用なのよ基本的に、下手すると滑ってる間もできるだけ外さないでっていう感じのイメージだと思うよ。知らなかった。あ、そうか、俺コロナになってから行ってないですね。コロナ直前に行っただけなんで。先シーズンちょっとスキー何度か行った時はスキー場そんな感じ、基本的にマスク着用、そうそう、だからほらゴンドラのところもあるしさ、あ、まあそうですね、そうそう、どうしても並んで近くなっちゃいますもんね、そうそう、詰めないとタイミングよく行けないですもんね、そうそう、だからそんな形で使っていただくにはいいマスクかな、はい、それとで、うん、実際にじゃああと買ったものとしてはニューバラで僕は、はい、実は購入をしてました、これね、はい、いい、見ていいよ、あ、このチャンネル的には USA USA 言われたんで USA ちゃんと買いましたよ、なんかチャンネルというか個人的に、ね、あ、そうだね、そうそう、これあれじゃん、夏にさ軽井沢行った時もあったじゃん、うん、あったね、え、いくらだったのこれ、これがあったレシート、あった、うん、2900円、そう、安いよね、これだいぶ安いっす、まあ個人的には定価だけどね、まあ、昔の感覚で言うと、ね、そうそうそう、昔の感覚で言うと僕もそうだって、これ3枚くらいでしょきっと元、元がね、アウトレットね掲載があるのだと27,500円なんですよ、だって税込みだと3万ぐらいでしょ、まあまあそういうことですね、あ、まあ2万円じゃいいかも、そう、うん、と思って、うん、まあちょうど赤だったんですけど、うん、まあいいや、ちょっとハーフサイズちょっと大きいかなって感じだったんですけどね、履いた感じ。やっぱね、このね、今更996結構いいよ。そう、僕。いや、ほら、今さ、99、丸とか、はい、2とかね。そう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 。どちらかというと、900番台でも、ハイテク系のものが結構復刻されてるし、うん、割と注目をずっとされてるんだけど、だからこそ、そう、クラシックな子で、逆に、まあいいかなって思ってて、僕は996がやっぱどうしても忘れられなくて、ちょっと余計な話していいよ、いやこれもちょっと自身はちょっと思い出の一足で、うん、これ高校生の時にさ、うん、発売されたのね、あ、そうなんだ、そう、それは多分その前はね996レザーってなかったはずなんだよ、576レザーはその前からあって、 あったよね、そうで、当時あったブーンっていうね難しいですなそうそう、それで発売しますと、うん、その時にあったのがこの赤と紺と黒だったの、ね、で3色発売するって言ってその広告が出てて、うん、で新発売だからモニター募集しますっつって、うん、3名ねで要は各色1人みたいな感じで募集があったから、うん、そのついてたハガキだったと思うけど送ったわけ、ありましたよね昔って、そうで、ちょっとお腹が痛くて学校休んで帰ってきてって言ってね、休んでお腹痛かったから帰ってきて、うん、で家でゴロゴロしてたら、うん、なんか宅急便届いたよっつって
その当時ってほら当然通販今みたいにないし、まあそうですね、高校生だから、うん、なんか買うなんてないわけ。そうね。そう。そしたら当たってたのよ。へー。黒。あ、じゃあ応募するときにマイサイズは書くんだ。書く書く。で色も希望を書いたら通ったんだ。そう。へー。で黒は当たって、うん、で当時多分2万2000円だったと思うんだけど。あ、そのぐらいですね。僕もそのイメージがすごい。絶対買えないから高校生じゃ。2万2千円のスニーカーなんて。そう、僕大学生になってから買ったんですけど、多分当時まだ変わらなかったんで値段。そうそう、だから996のねレーザーはね、そういった意味でねものすごいこうね。じゃあ買ったことないじゃん。あ、そうそう、買ったことはもらったからね。それはね、ですごい大事に入ってたそれ。ああ、そうだろうね。うん、へえ、すごいね。そう、それいろいろ事件があって、それはまあそのなくなっちゃうからそれはいいや。まああったんだよ、いろいろと。へー、そうそうそう、そう、思い出の靴、いい靴だけどね、履きやすい、うん、やっぱね、これはすごく履き潰すぐらい履いたんで。ニューバランスのこといろいろ書かれてると思うし、いろんな今情報があると思うんですけど、うん、自身はこの996のこのエンキャップっていうこのソールが、うん、やっぱりその当時から履き慣れてるのもあって、非常にこうらしい履き心地というか、うん、そうそう、だからいわゆるニューバランスの履き味試したい方はこのクラシック系のソールやっぱりおすすめなんで、うん、まあぜひその2万円だったら試していただいてもいいのかなと、ね、っていう話をしてたら、先日御殿場行ったら黒のスウェードありましたよね。1400ですけど。1300ね。あ、1300。あ、1300あったね。そう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 、チッと思って早く買いかけましたけど。そうそう、アメリカ製のやつは本当におすすめなんで、履いたことない方は、うん、ぜひ。まあこれがね魅力なんで、まあいろいろ今ちょっとニューバランスアメリカ専門でいろいろあるんですけど、あるんですけど、でも洋服の業界なんてそんなもんなんで、良くも悪くも日本だったらあれ問題にならないんで、いろいろ作り上げられた情報も多いし、嘘ではないんですけど、うん、だからまあまあまあその辺はねちょっとあまり深く触れないで、はい、あのニューバランス界でもということで、はいはい、あとがノース。そうですね、僕じゃないんですけど、うん、弟の方がたまたま、まあダウン欲しい、ちょうど今週かな、うん、出張行ってるんですけど、うん、まあ青森行くらしくて、うんうん、極寒の地なのでダウンお前そろそろ買ったらって、うん、まあねえと思うけどっつってノースペース入ったんです、ね、まあそうだよね、人気だしね。そうそう、ただでさえ今ね抽選販売とかなんで、うんうん、そしたらバルトロがありまして、それありえないと思うんだよね。だからどういうあれで入ったのか、まあ、ですけど店員さんもびっくりしました。なぜか知らないんですけど今日ポコッと入ってきたんですよって言われて、うん、しかも何でもない平日、あ、違うわ、日曜日か行ったの、うんうん、だからだと思うんですけど、もう群がるように皆さん買ってました。もうあっという間になくなってましたもん。だっていくら、39,900円。いや、ありえないでしょ。いや今さ、その買ってきた画像もらってみて、はい、ネットで調べても、だって下手したらプレネで売ってるとかあるじゃん。そう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 、でちょっとね明細なんで、うん、特集なんじゃないですか。いやだって自身の店舗でもあのバルトロが、うん、そのリニューアルされて発売された当時からずっとやってて、うん、でやっぱずっと人気があって、はいはいはい、もう即売なわけ店舗でその出せばね。そうそうそう、そのもちろんセールとかじゃなくて正規プライスでやってても、うん、だそれがさ、まあ今やっと人気がちょっと落ち着きつつあると思うんだけど、うん、それでもさ、うん、やっぱ代表的なモデルじゃない。ヌプシとかもそうなんだけど、そうだね、ヌプシかバルトロかみたいな。そうそう、今はね、だから結構二極化してるから、まあ、あのシュプリーム様のおかげでね、そうそうそう、モデルだけ結構あの2モデルだけ一人歩きしてるというか、うん、そうそう、だけどそれがその値段で買えたってのはでかいね。そうですね、元値が6万なんぼですよね、うん、確か。どっちが先かな、カリザムとの先かな、こっちが先か、こっちが先かな。いや、あのでちょっとタイミングがあれなんですけど、実はボスと2人で軽井沢行ってきて、はい、そこのノースも見たけど全然ないもんね。だそう、だからあるかなっつって見たけど、うん、そうそう、やっぱりハイシーズンってこともね、うん、真冬なんで今、うん、もう当然ないよっていうつもりで入ったんですけど、ね、どっちかっていうとそっちが普通だよね。そう、うん、っていうつもりでなねえだろって言おうと思ったんですけど、うん、あるじゃんって言って、なるほどね、お前これ絶対買えっつって、うん、確かに確かに、いらなくなったら売れる確かになるほどね。まあそれは結構あれだったね、いい買い物だよね。そう、ほんとたまたまで、彼が、まあ、かなり細身なんですけど体重50キロ台なんで、うんうん、まあ、身長も165くらい、あ、まあ、そんなちっちゃかったっけ、刺しときますけど、うんうん、ここだったね。で L サイズ買ってました。
ああそう、あでもちょうどいいかもね、うん、ちょっと緩めでね。そう、うん、M と L 着てみてやっぱりちょっと大きい方が今っぽくていいんじゃないですって、うんうん、うん、L にしてました。なるほど。まあイメージとしてはちょっとこんなの参考にしてもらえればと。そうっすか。まあじゃあそういう意味ではちょっとカジュアルブランドお好きな方には楽しんでいただけそうな、うん、そうですね。ちょっと若干関東圏の中でも遠めではあるんですけど、うんうんうん、まああのゆっくり行くにはで、ついでに成田山の周りに行っていただいて美味しいうなぎでも食べてきていただけたらいいゲートコースなんじゃないかなっていう、ね、ということで今回はボスにちょっとその止水、はい、アウトレットのちょっと情報いただいたんでお話をさせていただきました、はい、アウトレットね、いろんなとこ行きたいんだよ。そうなんです、ね、あそこなんだっけ、木更津。あ、そう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 、それはあなたあのグッチの欲しくないでしょなくなっちゃうよもうちょっと気になってて、まあいろいろちょっとアウトレット行けた範囲で、まあ今こんな状況下なんで、ちょっとタイミングもありますけど、うん、行けるときにちょっとまた行って皆様に商品情報含めていろいろお伝えできればいいなと思いますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンもお願いできたらなと思います肝心なところであと一言なのにグッドボタンもお願いできたらなと思っております、はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。